これからロードインプレッションに行くんですけど、その前にねちょっと紹介というかね、このワイヤレス充電器なんですけど、この位置だから使いにくいんですよ。でそれをちょっと違う位置に変えようと思って、じゃあどこにしようかと思った時に、このスマホの位置、こことか、まあ、いろいろとあると思うんですよ。こういう風にやったりとかね、うん、だけど、まあ、この辺とかね、ペットボトル取り出しにくいとか、あとこの辺だとリーフがこう来ないとかってあるじゃないですか。でそれを考えた時に、この視認性を良くしつつ、スマホもなんかちょっと目にしやすいっていうのが、僕仕事がパッと入ってくる場合があるんで、電話とかでこう出るじゃないですか、開発者の名前とか、そういうのをパッと見て、あ電話しなきゃなと思ったら恥寄せたりとか、なんかね、パッキング入ったりとかってあるんだけど、そういうのをしやすくするために今回ちょっと用意したというか購入したのこちらですね。ドドンとペコちゃんみたいドドンと、うん、こんな感じで、ワイヤレス充電の、タイプのものを1台購入しました。でこれ何が違うのかっていうと、これ今まで使ってたのは吸盤でつけたりとか、あとこういう何ていうの、吹き出し口にこう差し込むやつだったんだけど、それだと外れちゃうんですよね。この何ていうの、ガタガタしちゃって、でブレもするし、ちゃんとつかないし、で吸盤だと熱で剥がれちゃうんですよ、ベロンって。だそういうのもあるから、これはいいかなと思ってちょっとね試しに買ってみました。これはねシガーに直接刺すタイプなんですよ。なんでちょっとこれこれはねシフトノブこのポジションのね12345R の表示がないと、まあ、車検良くないよっていう感じで、一応ちょっと持ってるんだけど、ね、持ってるというか置いといてるんだけど、で一応開けていくんですが、もうすでに、ね、実はもう開けちゃってたんですよ、ねね、でなんかこう品物がこんな風に入って見えなくてまして、で説明書は普通に日本語ですね。まあ後でちょっと読みます説明書読まないタイプだから。じゃあ仕切り直しまして、品物がですね、ワイヤレスホルダーに置くだけワイヤレス充電は、まあ、同じなんですけど、高速充電対応が iPhone7.5 Android 10W 最大となってまして、アクセサリーソケット取り付けタイプなんですね。うん、で USB が2つ付いてて、あと DC ソケットがもう1個付いてると。今見た目すっきり、まあ、分かるよねでこれでいろいろあるんだけど、インジケーターで充電状況をお知らせ、見えるってことね、満充電とかなんか異常充電とか、あと充電中とかなんかいろいろありますね。でそんな感じがここについてるのかな。でまあ調整らやなんやらで、オンオフスイッチがついてるんだね。過充電しないようにっていうことなのかな、多分ね。でまあ広がりが最大 85mm でワンプッシュオープンとなってますね。アップル、アンドロイド自動識別の USB なのかな、よくわかんないですけどね、であとホルダーの裏側のレバーでコイル上位置が調整できる、充電のなんつうの位置っていうのが調節できるみたいですね。ちゃんと充電できる位置に、差し込んだけど充電できないよってよく言うじゃないですか。それの位置を調節できるみたいですね、上下にね。こんな感じがあるようです。まあ、一応なんかこのパーツ、回転防止パーツとかアンダーアームも出てくるんだ。そうそう、なんかいろいろね向き変えられたりとかも結構あって、まあ、
モノミターを変えですね。で、モノがこんな感じになってるのかな。このパーツをちょっとまだね、ここ片付けて汚くてすいません。で、片付けてたらね、1枚出てきた。これ最悪だ。これなんどっちだか分かんないですよ。しかも耐熱なのか。で、フレキシブルのアームなんで見やすいところ、まあ大体分かればいいか。こんな感じになってて、これあんまりね、こうくね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 やっちゃうと中に配線が通ってるんで、ここね、だからそれを切らないように、だから、まあ、先にこれ輪っかをつけとけってことだよね、多分ね。あ、いたいた。よし、これでこう筋が入ってるじゃないですか。多分これにこう当てるとこう動かなくなるっていうのかな。これがね、固定されるんじゃないかと思われます。エブリーの場合こう、ちょっと待って、こう入れるじゃない、まっすぐ入れるじゃないですか。そうするとね、やっぱここが当たるね、こうこのなんていうの、カバーが当たって、エアコンのカバーっていうの当たっちゃうんで、どうしようか、どっち向きがいいかな。こっち向きで入れるかな、ちょっとこれ想定外というかあれだったな、誤算だったな。こっち側に向けちゃってこう来ると助手席の人が邪魔になっちゃうと思うから、あんま乗せないけど。これ差し込むか。よし、結構硬いぞこれ。これ以上いかない。これでいいの？ちょっとつけてますね。あ、ついた。これでいいんだ。よし。じゃあこれで回転防止はいいんだけど、これ中が回っちゃってたら意味ないじゃんね。意味ね。今ね、ちょっと開けて中見たんだけど、これ中で動いてるの見えますかね？内側からなんていうかな、こう締め付けられるようなものであれば固定グラグラ止められると思うんだけど、どうしようかな、これ。あ、このぐらつきはちょっと想定外だな。この調節ネジっていうのがあって、これこう回すと緩むんですよ。まあ、大体わかると思うけどね。で、それで回して緩めてやってからこう調節してやんないと、このなんていうの、無理に回しちゃうとね、よろしくないみたいです。あ、これ自動じゃん。あ、お、下のアーム出す時がここにこうただ引っ張ってくるだけ。やってくると思います。調整、ただこれだと当たるね。確実に。うわ、これ厳しいな、調節が。いや、当たるよね。あ、当たんねえか。あ、当たんないかもしれない。これジャストフィットかも。もうちょっと逆にして、止めのやつ意味ないけどね、元が動いちゃうから。一応入れて、ソケットの隙間をなくした感じにはしてます。で、一番問題なのが一足、ちょっと想像してたのと違うかもしれない。なんか僕が想像してたのは、こうやって置くと、こうやって置くと自動でビーンってこう閉まってくれるタイプだと思ったんですよ。僕ちょっとシフトの延長してるんで、まあ当たるのは結構当たるんですけど、まあ、例えばこうオートマとかだったらこうガチャガチャってやるやつだったかな、こうだったかな、ちょっと忘れたけど、いろいろあると思うんですけど、例えばなんですけど、まあ、4人ぐらい乗っけたとして、これで YouTube とか見たいとするじゃないですか。そうするとここにあると、まあ、自分は見えるけど、
助手席に座ってる人どうなのっていうことになるじゃないですか。ね、これじゃ見れないもんね。やり方がいまいちまだ覚えてない。こうして外れる。で、これ外したとしてもちょっと邪魔だね、やっぱね。ちょっとってかなり邪魔だね。僕個人の問題なんで調節はもう自己責任なんですけど、これ外しちゃったんですよね。これね、もうぶった切って撮ってでもずっと前からこれいらないなと思ったんだけど、使ってないから。で、これカットして、例えばこれもう使わないよって時にこうキャップしていけるわけですよ。こんな風に、うん、まあでも使うんで、まあこれは適当に取っときますけどね、一応ね、念のためで。こういうとこさせるしね。よいしょ、見えるかな。いらないところのキャップにね、使ったりとかできるわけですよ。よしここをね、もうがっちり止めたいなと思うじゃないですか。そうするった時に、ここにじゃあなんか巻いちゃおうっていう感覚、ここをぶっとくしちゃえばグッて差し込んだ時に結構グラグラしないかなっていうのがあって、これ本当応用ですからね、完全に。こうやっとこうかな。よし、とりあえずこれ一発目止めとこう。まあ、最後にこっちのね、厚みのあるテープ使うから、まあ、その分も考慮してるんだけど、こっちはあの若干弾力性があるんで、グッてこう差し込んだ時に縮んじゃう可能性があるんでね、まあそれをちょっと考慮して、こっちを硬い方を厚めにしてやろうと思ってます。とやると一応ね、どうよ、あ、結構しっくりきた。これぐらいカットしてやって、剥離のテープを探して押さえないとペロって取れちゃうから、押さえてて下側からいこうか。押さえつつ伸ばしつつで、伸ばしてきて最後についた時にこうちょっとね、でちょっとずらしてやって見えないように、ちょっとしてやると、でこれでつけちゃうと、テープ同士がくっついてるんでベトベトしないというか、ついちゃうっていう原理っていうのかな。よいしょ、よいしょっと、あ、がっちり、だいぶがっちりきた。ずらして、結構あのフレキシブルのアームの部分は硬いんで、そんなにブレブレ感はないけど、まあ、走ってたらこれもう確実に揺れるよね、こんだけ揺れるからね。今これビーバーの一番初めに僕が YouTube に投稿したやつを出してるんですけど、これはねびっくりしたね、本当にね。まさかじゃないですか。ビーバーって基本的にカナダとかアメリカとかしかいないじゃないですか。日本にいるってまずありえないから、まあ水族館にはいるだろうけど、で一応それを撮った時のやつで、これ音はないからね、結構いい音するでしょ。ではですね、今日もやっていきます。今日もというか、めんどくさいシリーズやっていこうと思いますこれで字幕いらねえだろ。ちょっとバッテリー上がっちゃうからやめますけど、一応なんですけど、つきましたね。でこれのいいところっていうか、選んだポイントはここの直接電源から、こうアームのところ電源通ってここに充電できる
ていうんだけど、こう充電できてないんですよ今ここのランプがついてないから充電されてないですよこれ。大丈夫ですか何が原因なの。僕が使ってるのがソニーのエクスペディアの、XZ2 だったかな。でこの厚みが結構厚いやつなんですよ。これ古いやつだから。だからここのね収まりっていうのかな、収まりはこうやって普通に置いただけの時は下にまあギリかかってるぐらいかな、まあかかってるかなって感じ。あとあのこれカバーついてるんですよ。カバーソフトカバーがね。でそれをつけつつでこれを閉めます。とするとちょうどいいフィット感はあるんですよね。で電源ボタンがねこう押せるんですよ普通にね。これがね一番僕は重要視されるっていうかな、電源ボタンが押せるっていうことね。うん、当たり前のように見えるじゃないですか。じゃあこっちつけてみます。下までこうかけて、これ自動で下がるんだけどね、あんま下がってくんないって最近ね。こっちはちゃんとついてるんだよな。でここねカットしてるんですよ電源の部分をこう押せるようにね。だからそういうなんつうのスマホの使い勝手的なものっていうのかな、このボタンスイッチの位置とかを考えて買わないと大変なことになりますよ、大変っていうか面倒なことになりますよっていうことなんだけど、判明しました。これね今ランプここに充電されてるのがついてると思うんですけど、ここにオンオフのボタンがあるんですよ。それへこませるとオンになってつくという感じなんですよ。自分でさっき説明オンオフあるよ的なこと言っときながらね忘れてたっていうね、ここにちゃんと書いてあったね、機能、あ、充電機能オンオフスイッチってやつね。うん、まあ、ギリ当たんないところに設定したんだけど、だいたい助手席の人の子供目線ぐらいかな。